毎日ポチブ499回目でございます。そう、私がスーパーポチブティーチャー福です。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、最近ずっとラーメン屋さん日本一のですね、中本の林部長の話を最近ですね、ずっとしてるんですけども、今日もそのシリーズということで、林さんから教えていただいた素敵なお話をさせていただきます。こちら、仕事では使わない言葉4つという話をしたいと思います。仕事でね、これを意識して使わないように林部長はしてるそうです。まあ、林さんといったら、中本のナンバー2で200人の部下がいる。その中で、常にその200人の部下たちをモチベーションを上げ、利益をしっかりと上げるような組織を作っていくというですね、チームリーダーなんですけども、林さんがこの4つをは絶対使わないようにしようとしているという言葉なんですね。まあ、皆さんどういう言葉だと思いますか？なんか疲れたとかだるいとか、そういう言葉なのかもしれないですね。どうなんでしょうか。はい、答えます。林さんが使わない言葉、1つ目、当たり前、2つ目、一般的、3つ目、常識的、4つ目、普通は。この4つね、ものすごく使いそうな言葉じゃないですか。そんなの当たり前だよとかね、常識的に考えてわかるだろうと、普通はそうだろうとか、ね、一般的にはとか、これよく使いやすいですよ。じゃあなぜこの言葉を使わないようになったのかと、林さんはと。まあ、仲間とにはね、もう200人の社員の部下たち、その下には今度はアルバイトの、ね、子たち、合わせたらもう1000人ぐらいいるわけですよ、スタッフがね。で、新人で入ってくる子もいるわけですよ。じゃあ新人が入ってきたね、例えば洗い物が遅い人に対して、お前遅えなこの野郎と、お前普通はこういうふうにやるだろうと、もう一般的に考えてお前遅すぎだよとか、そういう言葉ってその新人の子たちを心を傷つけてしまうし、なおかつ本質が伝わらないんですよ。ではなくて、今がダンタクさんラーメン入ってて、今ラーメンの丼がないから、先にこのラーメンの丼洗ってもらえるかな、だったら、あ、わかりましたね、優先的にその丼を洗いますよね。それが単純に早く洗いだったら、この丼を早く洗うのかさえわからないし、自分のペース、その人の人それぞれのペースがあるから、そのペースをね、乱されることにもつながってしまうと。ではなく、ちゃんとなぜ早く洗うのか、なぜ、今必要なのかというのを伝えること、それが一般的、当たり前なんて言葉を使ってしまうと、その本質がぼやけてしまう。他の例で言えばですね、こう先輩がその新人にこうこうこうでこういうふうにしろって言った時に、はい、この返事だったらね、分かってるかどうか分かりますよね。まずなんでそんな不機嫌そうにしてるのかと、理解してないんじゃないかと先輩は思いますよね。まあ、そういう人がいたら、林さんはそのはいの今の返事だとちゃんと理解してるか、こちらが言った方が分からないから、ちゃんと理解してるんだったら、はい、もし理解してないんだったら、え、今どこが分からなかったってちゃんとこっちで説明するから、もしちゃんと理解できた時があったら、はいってちゃんと言おうね。でも、もし理解できてないんだったら、ちょっとここの部分がちょっと理解できてないんですけどと言ってくれれば、ちゃんと丁寧にもっと分かりやすく言うから、そういう風にしようね。これだったらちゃんと理解できるじゃないですか。で、はい、もしただ単純に元気がなくて、はい、だったら、あ、じゃあ理解できてないんだったら、あ、どこが理解できてなかったって話をすると。でもね、ちゃんと理解したのに、はい、っていう人もいるんです。その場合はちゃんと理解してるのに、それをはいだと、ちゃんとこちら側からしたら理解してることが分かんないから、その時ははいってちゃんと言うんだよと。お前が先輩になった時に、新人が今のお前が教えたことをはいって言われたら、理解してるように思わないだろうと。それだったらね、ちゃんとお前聞いてんのかって言いたくもなっちゃうだろうと。だから今のうちに自分が本当の返事の意味、
返事というのはちゃんと相手の言ったことが分かりましたよというサインだから、ちゃんと分かったんであればはいって気持ちよく言うんだよ。でここまで教えることこそが教育であって、これが普通そうだろうとか当たり前だろうとかっていう言葉で、本質をぶらしちゃいけないんだと。これをですね、しっかりと林さんは理解してるからこそ、そういう本質をぼやかしてしまう、伝えたいことが伝わりにくくなってしまう、当たり前とか一般的とか常識的というのは使わないんだというですね、こんなお話でございました。皆さんもね、これよく使っちゃう言葉だと思うんですけど、これを言われた方はなかなかね、それを言われてこう意味をね、理解しようとするのに時間がかかってしまうので、もっと具体的になぜこうなのかというのを端的に伝えることが教育というのはすごく大切だということをですね、今回も林さんから学ばさせていただきました。ということで、以上毎日ポチブ499回目でございました。ご視聴ありがとうございます。